見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。貧困東大生、伏川天馬、現役東大生の伏川天馬と申します。学生生活の傍ら、ライターとして受験に関する情報発信などをしています。読書の秋、にこそ読みたい本。皆さん、読書は好きでしょうか？お秋、芸術の秋とは言いますが、やはり僕は、読書の秋、なのではないかと考えております。読書が好きだという人なら、きっと積読している本も大量にあるのではないでしょうか？現在、僕の勉強机の上には、アルバイト代の大半を積み込んで購入した本が、山脈を築き上げており、片っ端から消化する必要性に駆られています。逆に、読書を全くしていないという人には、秋は本を手に取るチャンスです。フェアを行っている書店も多いでしょうから、ふらっと立ち寄り、なんとなく目についたくらいの本でも手に取ってみるのはいかがでしょうか。読みやすいのに勉強になる、超絶コスパがいい本。とはいえ、読書自体のハードルが高いというのもまた事実です。難しそうな本を読めたらかっこいいけど、実際自分には難しい本なんて読めない、と思われている方もいらっしゃるかと思います。そこで、今日は比較的読みやすいのに、とても勉強になるような、超絶コスパがいい本、お札ご紹介しようと思います。どの本も、読んでいるだけで世界の見え方が変わる素晴らしい名著ばかりですから、ぜひお手に取ってみてください。丸、ファクトフルネス、ハンス・ロスリング著。最初にご紹介するのは、ファクトフルネス、いきなり要所、と思われたかもしれませんが、こちらは丁寧でわかりやすい日本語訳版が発売されていますから、身構える必要はありません。突然ですが、皆さんに質問です。世界中の1歳児の中で、何らかの病気に対して予防接種を受けている子供はどのくらいいるでしょう？ 80%、50%、0% の選択肢のうちから予想して、答えてみてください。この問題の答えは 80% です。予想通りでしたか？実はこの問題、ノーベル賞受賞者などの頭のいい人でも間違えてしまう超難問なんです。著者のハンス・ロスリング氏は、先ほどの問題を含む、現在の世界についての1の質問を私たちに投げかけながら、私たちがどれだけ今の世界について無知であるかを明らかにしていきます。